問題提起しなきゃいけないと思うんですよ。これは僕らの間ではタブーなんですよ。知らしめなきゃいけないと思うんですよ。笑わしてると思ってね、僕のプライドとしてそれあった。一度もクレーム入ったことないわけですね。低迷してる時の原動力っていうのは小人さんにありますからね。カナダの続く限りはあと10年でも20年でもやりたいです。肩書きすごいですね。超能力者なんですよって言うと、もうなんか会話がなくなっちゃう場合はありますからね。人生を曲げてしまってから25年、なんでこういう業界に足を踏み入れてしまったんでしょう。 UFO 見たんですね。宇宙人も妖怪も幽霊も妖精も全部あるんですよ。秋葉さん、僕には嘘はついてないですか。動物実験をテーマにしたですね、制作の方を進めておりまして、申し訳ないんですが撮影をお断りしております。これは全てお断りしております。私たちはどこに出しても恥ずかしくてもやってるし、動物実験が必要だっていうね人たちも当然いるわけですから、まあいいとも悪いとも言えないですけど、経済動物っていうのがありますからね。経済動物、経済、もしも差別、放送禁止だってね、別にこっちは決めてるわけじゃなくて、悪いって決める人がいると。私は勝手、あのような、民衆が知らないところでそれやられちゃってるっていうことがね、憤慨してます、規制する人たちに。そういうの一切ないですね。生まれてすぐ殺されたようなものっていうのは、最初に僕の企画を聞いた時にどう思いました。かなり無謀な企画だと思いましたけど、